はい、今回はひまわり幼稚園の皆さんに日本舞踊を体験していただくということで、まずは日本舞踊がどういったものかを知ってもらって、それから実際に日本舞踊で使う道具を持ってぜひ体験してもらおうという企画をさせていただきました。大きな期待をしております。というのも、私のような、アーティスト、日本舞踊家もはじめ、多くのアーティストさんたちがどこでその自分の、芸を披露するかっていうのはたくさん悩まれる点だと思うんです。私もですね、多くの人に日本舞踊を知っていただきたいんですが、なかなか見ていただく機会がなかったりですとか、知っていただく機会っていうのが少ないので、そういった機会がこれからどんどん増えていくんじゃないかなと思い、もう今から楽しみにしております。基本的にはいろんな体験をしてほしいなと、経験だとか体験をしてほしいなというふうに思っています。地域に出かけていったりだとか、地域の文化を知ったりだとか、こういうことをやってみたいなだとか、こういう経験をしてみたいなだとかいうきっかけ作りになればいいのかなというふうに思っています。なかなかその地域の中のいろんな活動っていうのは知らない部分があるので、アーティストの皆さんとマッチングできるっていうのはとてもいいことなのかなというふうに思っています。やはり子どもたちは本物 に触れて経験するってことがないので、まだまだこういったサイトができれば、私たちもいろんなところに、選ぶこともできたりだとか、そういったこともできるんじゃないかなというふうに感じました。はい、まずびっくりしたのが、子どもたちがとっても元気に日本舞踊に興味を持ってくれたことです。まず日本舞踊というジャンルなので難しいかなと思ったんですけども、見事に道具を使って皆さん楽しそうに最後まで一緒に踊ることまでできまして、本当に私も癒されて楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。子どもたちがとても目を輝かせながら、先生が踊っている時にもう本当に今にも踊り出しそうになっていて、中には踊る子もいたんですけど、こういう機会を設けていただいたら本当に良かったなというふうに思います。今日は子どもたちのために日本舞踊を披露していただき、また指導してくださりありがとうございました。子どもたちの目の輝きが忘れられません。本当にありがとうございました。こちらの方こそありがとうございました。